い、ということで、みんなのアイドルです。キャッピー！さあ、続き！沙織に頼む！メインストーリー、沙織さん、こんにちは。ねえ、沙織さん。はい。いいなぁ。実は、もう今のハイがいい。頼みってきたんだけど。頼み？頼み。やめるってできんの？聞いてくれる？聞いてくれる？手ぶらで？え？ちょっと待って。なんでこっちに選択肢出てんの？もう主人公じゃん。ねえ、なんでこっちに選択肢出たの？やめる。ねえ、沙織さん。はい。実はまた頼みが降ってきたんだけど。どういうこと？選択肢変わったんだけど。頼み？聞いてくれる？映ったんだ、移行したんだけど、主人公が。聞かせてください。裏主人公じゃん、もう。本当に？あ、ええ。ええ。じゃあ言うけど、沙織さんには木戸にハニートラップを仕掛けてもらいたいんだ。ハニートラップ？ハニートラップ？ちょっと意外そうだよね。色仕掛けで男を騙すってこと。できる？沙織さん。私がですか？なんか嫌だな、沙織さんにやってほしくないな。なあ、星野！沙織さんがハニートラップ？ああ、今俺は本気か？星野と今気持ち一緒だぞ。相手は創薬センターの木戸。あいつをカムロ町までおびき出してもらいたい。できる？そうだ、危ないぞ、危ないぞ。普通にキャバ嬢になるのはまだしも、枕営業までさせる気ですか？そこまで、そこまで、そこまでさせない。そこまでさせない。そこまで言ってね。そこまではさせないですね。もうこれ以上聞かない方がいいです。こんな話してるだけで共謀罪になります。なあ、俺は沙織さんに頼んでるわけだけど、沙織さんは星野くん。そうなん、なんなの？大事な人です。そうだな。おやまあ、こくった。あ、いや、同僚としてとても尊敬する先輩弁護士であり。いや、まあでも気持ちはわかるよ。ずっと一緒に働いてたらね、沙織さんと好きになっちゃうよね。電話ないんだな。ええ、大丈夫。作戦は大丈夫なんだな。その作戦というのは、そう、ちょっと乗り気。現場に行ってから話すよ。その前にまず沙織さん。いやいや、まずは作戦言ってからだろ。危ないかもしれないだろ。普通にその答えが決まっ、その答えなら決まっています。私が真相追求に役に立てるならやるしかないですね。やるしかないのか。沙織さん、新谷先生の仇を討つためにありがとう、星野くん。スーパーサイヤ人になるんじゃないの、星野くん。じゃあ一丁やりましょう。は、今度はなんだよ。これが沙織さんの望みなら、僕は力の限りサポートに回るだけです。星野くん、じゃあまたメイクとかしますよね。今度は僕が一緒に行きます。この間の美容室でいいですか？またできんの？いいけど、今回はキャバ嬢じゃなくて雑誌記者って設定にしたいんだ。雑誌記者、メガネ必須じゃない？なんかイメージ的に。相手は創薬センターの中に。完全なるイメージだけどさ。キャバ嬢より雑誌記者からのインタビューって方が自然に木戸と二人きりになる。ああ、じゃあ服装もじゃあ変えることになるのか。服はもう少しスカート短いのがいいな。長い方が似合うけどな。シャツは胸元、めっちゃ可愛いな、本当に。おお、俺はキャバ嬢よりそっちの方が食ってくるね。おい、おっさん。じゃあ俺の方も少し準備があるから、沙織さんはメイク済ませたら創薬。もう一回できんのか、じゃあメイクとか。向こうで落ち合おう。ええ、わかりました。それじゃまた後で。ヤガミ以外で操作できるの沙織さんだけだもんな。沙織さん、じゃあ僕らもまずはメイクです。おかわいい、めっちゃかわいい、超かわいい。あ、ちょっと頼む。沙織さん、ここですよ、美容室チェリー。はい。なんかドキドキします。ドキドキ。まず、まったくこの子は勝手に一人で笑って。沙織さんのあれだな、いいな、この心情を見れるんだった。めっちゃ顔やば、かわいい。メイク姿はキャバ嬢で見ましたよね。また違うメイクをするんじゃないかな。そりゃそうですけど、今回はまた違うじゃないですか。あんまり相手にしてないよな、星野くんのこと。知的な才女、それでいて大人の女性の色気が漂うような。目がエロいです。そんなつもりじゃ。とにかく、面白い、わかるぞ、面白い、わかるぞ。メイクしたって間違いないです。絶対です。がっかりかもしれませんよ。それはないな。断じてありえません。断じてない、それは。だといいですけど。それはない。さあ、
髪型変えてみよう。雑誌ってなんだ、雑誌記者でしょ。やっぱなんか堀北真希に似てるよな、やっぱり。なんかこんな感じじゃない？ショートじゃない？違う？いや、これはちょっと時間かかるぞ。ショートじゃない？でも黒かな、やっぱなんか会社員ってなんか黒のイメージがあるわ。やべ。僕にもう外を歩いてないやつの発言だわ。会社員ってこんなもんだろうみたいな。いい通りな黒。目が。眉はまあでも。黒でいいんじゃん。黒だよな、これ。俺の目には黒に見えるんだけど、これ黒だよな。違うのか？なんか青っぽく見えるんだけど。隣で見たら。あ、マジで可愛いぞ。色がなんか若干違う気がするっていうのはアイシャドウ。この辺でもちょっと分かんないんだよな、僕は。どうなん、軽くあった方がいいの、どうなん、この辺どうなん、ない方がいい、ない方がいいな。誰に聞いてんの俺。おお、なんかでもこれはなんかちょっとあ軽く赤みたいな。わかんないんだよな、この辺。どうなん？ない方がいい。これな、すごい。もうすごい別人。メイクってすげえな。別人に見えるんだけど。いいのか？あれ上は？あれ？メイクアップできないの？これはまた違うところ？どう？俺のサオリ。でも超別人に見えてきた。すごいな。なんか美人だな。さすが。いや、やっぱりすごいです、沙織さん。超いい。知的な才女。おしろくん、声が漏れてるぞ、なんか、下心。すいません。つい。声が漏れてるぞ、なんか。準備できました。もうあとは大丈夫です。手がね、欲しかったな、でも。また余計なことを。すいません。なんか沙織さんの良さはなんかちょっとない気がするな。あまり無理しないでくださいね。もし危なくなったらすぐ逃げてください。そうなんだよ。殺人やってる奴らだからな。まあ軌道はまあ知らないだろうけど、心配してもらえるのはありがたいけど、ちょっと心配しすぎ。八神さんは危険はないと言ってました。命の危険はないかもですけど、ほら、軌道にお尻触られたりとかそういうの。うん、するかもな。それくらいは覚悟してます。そんな。それじゃ。沙織さん。沙織さん。星野くん。はい。メイク褒めてもらって嬉しかったです。え、ちょっと待って、沙織さん死ぬの？ちょっと待って、沙織さん死ぬ？なんか今最後のセリフみたいになってなかった？今、沙織さん。おお、こっち。このところ大丈夫か？隠しカメラを用意してきたよ。隠しカメラ。これがハニートラップに必要な小道具。ほら、ここがレンズ。あ、本当だ。撮った映像はリアルタイムで俺のスマホに送られる。つくもしか。それとこのイヤホンを耳に。
無線で俺から会話の指示をする。バレないか、髪短すぎて。前にもキャバ嬢に変装してもらったけど、今回は見た目以上に会話で男を誘惑する必要がある。だから八神さんがその指示をくれるんですね。大丈夫か。ぜひお願いします。俺に任せてくれる？ええ、男性を誘惑する会話センスは専門外なので。でも誘惑した後はどうすれば。確かに軌道が作戦あるんだ。沙織さんにいやらしく迫るとこを隠しカメラで抑える。抑える。それでセクハラの事実を証拠に残す。なるほどね。そう、沙織さんの仕事はそこで完了。あとはセクハラ映像をネタに軌道をカムロ町へ呼び出す。カムロ町へ出すのはそういうことか。セクハラスキャンダル。セクハラ男を隠し撮りして脅すなんて、いや、やだ。すごく面白そう。大丈夫そう。ノリノリじゃん、もう。エロいことした分、苦しむのは軌道です。あ、やばい、かわいい。だよね。かわいすぎる。お尻触られるのは嫌なので、的確な指示をお願いします。そうだな。じゃあ、あとは無線で。触られ嫌だろうな、それ。俺もおばさんにケツ触られたくないからな。同じだろうな、それは。よし、聞こえるな、沙織さん。まずはロビーに入って。おっさんも嫌だけどな。当たり前だけど。軌道に取材を申し込むんだ。アドデックナインの解説をお願いしたいとか適当に。了解。受けてくれるかな。どうぞ。お約束でしょうか。いえ、そうじゃないんですけど、センター長の木戸さんに取材を。取材と言いますと。でもアポ取ってないからな。フリーで記者をしております白崎と申します。アドデックナインのことでお話を伺いたく思いまして。お約束のない方はお取り次ぎできないんですけど。まあ無理だよな。でもどうしよう。沙織さん、もう少し粘ってみて。申し訳ございません。何分まあそうなんだよな。まあもう、もはや時の人だからな。少しの間だけでいいんです。私の方はいくらでも待ちますから。5秒でいい。そう言われましても。お願いします。木戸さんに聞いていただくだけでもしてもらえませんか。アポなしでの取材は例外なくお断りしておりますので。いや、美人なら話は別ですよ。これもう二人の評価が長さがありだけどな。センター長の木戸です。これは私への取材を。受付の人ははぁと思ってるわ。この人が木戸か。あ、はい、白崎と申します。おお、白崎さん。いや、お美しい。これ女性目線な。私の部屋までご案内しましょう。お前らこれ女性目線だぞ、これ今の。紐があっただろ。俺たちはこういう風に見えてるんだ。俺たちはな。木戸のやつ。下心丸出しだな。でもおかげで助かった。うわ。どうぞ。いい。上着脱いでるの。ここが木戸さんのお部屋なんですね。素敵です。大したことないですよ。まあよく言われますが。どうぞかけてください。沙織さん、隠しカメラを。カメラがね、角度が重要だからね。失礼します。今日は突然お忙しいところすみません。慣れてるよな。でもカメラもう少し右に、あと15度。よし、そこだ。もういいのか、そこで。白崎さんは何をお飲みになりますか。近すぎないか。どうです、ちょうど今ハマってる。ああ、これカメラか。下心丸出しで女性に酒を勧める男、いつもの私なら黙って睨む場面ですが、いただきますか。ここはいただきますか。じゃあせっかくですし。うわ、いただきます。よしょ。さあ、サオリ、やめろ、サオリ。いいぞ、サオリさん、その調子で行こう。おお、二人の出会いに。何言うとんの、こいつ。素敵な出会いに。何言うとんの、こいつ。いい酒なんちゃうん、これ。すごい美味しいです。大丈夫か、なんか変なもん入ってないか。このブランデー体の芯から熱くなってる。何温度。本当に。沙織さん、ここで胸のボタンをもう一つ外そう。え、はい。ん、何か。あ、いえ、別に。確かにそれははいってなるわ。ちょっと熱くなってきちゃって。
おお、そうね、暑いね、確かに。サオリ食いついてきてる。それで、そう、何の取材だった？取材だった。気だ、とにかく今気を引くような取材をすべきですと、木戸さんを知りたいです。これか。私が取材したいのは木戸さんの。超大丈夫かこれ。いろんなことです。アドデックナインのことじゃなくて。アドデックナインのことじゃなくてね。そんなのより木戸さんご本人のことが知りたいです。沙織さん慣れてないかなんか。なるほど。珍しい取材だね。教えてくれます？おお、教える教える。そうね、いろいろ教えてあげたいけど。でもここじゃちょっと。ここじゃダメなの？ここじゃ教えられないことって何です？君すごいな、ぐいぐい来るね。これ大丈夫？これカメラの角度、そういうのは焦らないの。カメラの角度大丈夫か？お楽しみはもうちょっと後に。ないわ、お前楽しみなんか。地獄だこれから、みんなお前は。いい感じだ。大地獄や。さて、それで何の話だったかな。長引かせるより一気に畳みかけよう。一気に行く？沙織さんの方で何か仕掛けてみて。仕掛ける？それじゃあ。胸のボタン。外し、あーでもど、外す、うわー迷う。足を組み直してみるか。これもちょっと見てみたいな。おおおお、沙織絶対やりすぎ。沙織さん、なんかおかしくなってない？男の人はこういうのが好きかと。うん、好き好きだよ。聞こえてる。あおなんだこりゃ。じゃあ、うわ、ちょっとでも外したかったな。こんな感じかな。はい、とっても素敵です。じゃあお写真の方は以上で。まあ、でも今の良かったか。よし、もう十分だ。沙織さん、引き上げよう。どんな写真になったのかな。あ、確認されます。うっ、あ、これはこれは、おい、こいつこらえてくれ。粛清するぞ。これをこらえろって、もうずっと私を誘ってくれてたろう。ん、取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ。メス、何よってこいつ、このクソ親父は。そうですよね。でも今夜二人で食事。何に酔っとんねん、おい、おっさん。じゃあ、お前の臭い息が金返ってくるだけやぞ。カムロ町？いや、あそこはちょっと他の場所ならどこで。カムロ町はダメなのか。まあ避けるわな。ちょっと美人すぎないか。来てくれます。どうして？後でメールしますね。ちょ、めっちゃ可愛くない？胸のボタン外すべきだったか？外すべきだったか？なあ、前らちょっとこれ外すべきだったか？なあ、後悔しかないんだが。ずっと私を誘ってくれてたろ。海藤さん、本格的に可愛がられる。変な、メス猫ちゃん、変な、保存すんなよそれ。沙織さんは途中からなんか妙なもんに目覚めたか？ああ、俺も最後の方はなんか怖かった。それで、なんで言うなよ、沙織のことは。に出てくるのか。あいつには俺の沙織の悪口言うな。隠しカメラの映像を送りつけといた。来なきゃネットに映像をばらまくって。なるほど、そりゃ来るしかねえか。で、カムロ町のどこに。確かに、どこに呼ぶんだ。バッティングセンター。え、もう杉浦と東が先行って周りを見張ってくれて。ティングセンター、なんか変な想像しそうだな。バッティングセンター、なんでそこってならない。大久保くんの死刑が迫ってるからな、のんびり。確かにそうだ、大久保くん忘れた、ごめん。沙織さんのことで大久保くん完全に忘れてた。そういえばそうだったな。そう、人の命がかかってんだった。行くぞ、ターボ。ということで、沙織さんてかメインストーリー一旦ここで終了で、あまねちゃんの方がね、ちょっとまだ、もう録画終わってるんだけど、
あれになっちゃうんで、続きそっち行こうかなっていう感じですね。ちょ、これ、これちょっと、こっちやっぱやっとくべきだよな。胸のボタンを外してしまう。どこまで外すんだ。かなり暑くありません？うん、暑い。暑いよね。じゃあエアコンかけろよ。だよ。あれ？ちょっと、沙織さん、まさかさらに胸元を。え？楽になった。もしかして沙織さん結構この状況楽しんじゃってる。これ最高だな。これ最低の男。え、最低って言われちゃった。こんな感じかな。はい、とっても。いやー、でも両方見とく正解だったな。これ両方やっとくべきだったな。これはこれ間違いないね。よし、もう十分だ。マネさん、あれかな、最悪訪れましたか。いや、一向に牛のうの字も出てこないよ。牛のうの字ぐらい出てくれよ。おかしいですね。生殺しのようなこの状態いつまで続くのか。まあ、訪れないならそれでいいんじゃない。確かにね、来ないなら来ないで。でも来るんでしょ、敵中。蓄積するものです。時間が経てば経つほど赤のようにたまります。怖いなそれ。巨大な牛になんで、牛魔王とかなってんじゃないの。そのうち、大変なことがあらぬうちに役は払うべきだと思います。うん、再びお会いしましょう。誘い出してやりましょう。分かった。じゃあボーリング場の前で。あ、飛ばしちゃった。プレゼント買っていくか。何がいいんだろう。トゥインクル、トゥインクル、ティンクルはだ、ん？誰だ？うん、助けてくれてありがとうございます。誘拐された子ね。あの状況 で私を見つけるのは信じられないって言ってました。かっこよかったです。無事でよかった。ほんと無事でよかった。誘拐なんて怖いからね。八神さんが助けてくれなかったと思うと本当に寂しいです。仕事はどうするの？休む？何の仕事だっけ？おかげさまで怪我もなかったし、すぐに仕事に復帰できました。ちゃんと休めなくて大丈夫？ショックだったらだろうし。気遣いね。仕事をしていた方が気が楽ですか。確かに一人でいるよりもいいかもしれないね。どうかでも無理はしないようにね。あ、一人の仕事かもしれないけど。はい、ご心配ありがとうございます。待て、モテキ来たか？え？サナちゃん、アマネちゃん、ナナミちゃん、カイトさん？おーキムさん。キムさんが一番メッセージくるけどね。好感度一切上がらないけど。ざけんなよマジで。なんでだよ、キムさんと好感度なんで上がらねえんだよ。すげえ無表情だったぞキムさん。え、写真では笑顔なのに。とりあえずプレゼント買っていくか。とりあえずあれだな、ちょっと多分ちょっとカット多いかもしんない。なんか長そう。牛、キムさんの店じゃん。牛油なんだこれ。牛油館なんだよな。キムさんの店か。ヤガミさん、あれこれか、これなのか。牛だね。ヤガミさんの牛にと、ヤガミさんにとってあれほど縁起の悪い店はありません。いや、まああながち間違ってないよな。キムさん縁起悪いからな。牛肉などを食べたらそれこそ食中毒に。入ってみる。え、正気ですか。あそこ知り合いの店なんだ。食中毒になるようなも出さないし、牛にまつわる店だからおびき出し作戦としては格好の場所だと思うよ。自ら地獄のかまどに踊り込むようなものですよ。まあまあ大丈夫さ。さあ行こう。怒るから。なんて人でしょう。勇気があるってことか。焼肉焼き行くだけなんだけどな。お、食べ放題安くね？牛。なんと恐ろしい不吉な牛の匂いがプンプンします。ああ。焼肉屋でめったなこと言うんじゃないよ。本当だよな。キムさん、いらっしゃい、あれ。やがみだ。キムさん。あれ、やがみさん。
おお、Qさん、今から2人入れるよね。そうだね。はい、大丈夫ですよ。八神さん。八神さん、こんな可愛い彼女がいたんですね。え？え？彼女？ん？あれ？違うの？あ、これ彼女だよ。彼女だよ。そうそう、俺の彼女だよ。可愛いでしょ？ちょっと八神さん、どういうことですか？冗談だよ。やめてください。あ、分かった。嬉しいじゃん、嬉しがってんじゃん。分け合いの関係ねみたいですね。まあ好きなところに座ってください。あいつガラガラやな、キムさん。あの意地悪されてんのかな、ヤクザに。八神さんは警戒してキムチだけ食べてた方がいいのでは。大丈夫だって。災いが怖くて肉も食えないんじゃたまったもんじゃないよ。そうですか、そうですか。まあウインナーとかでもいいけどね。いただきます。あ、焼肉食いてー。うん、前気をつけてくださいね。もう違うのか、ここじゃないのか。さて何を話そう。こういうのいろいろやっているってことね。この辺飛ばしても良さそうだけどな。焼肉来ましたと2人で。あ、今のいいじゃん、これいいじゃん。今のよかったね。プロフィール、はい。あまね本名何、あまね、まだ教えてませんでしたね。つむぎと言う、え、つむぎあまね、つむぎあまねって言うんだね。逆です。逆、あまねって、あ、めっちゃいい名前じゃん。あまねつむぎいそうじゃない。どうも YouTuber のあまねつむぎです。はい、YouTuber じゃないわ。YouTuber じゃない。VTuber な。YouTuber じゃない。YouTuber はいない。VTuber はいる。初対面でいきなりファーストネームにならない変ですし、そりゃそうかもしれないけど、びっくりしたな。そういう八神さんの下までなんて言うんですか？なんだこれ、なんて読むんだっけ？高い、そう、高い雪だ。久しぶりに聞いたな。つむぎさん、もうね。いい名前だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、年齢は何歳なの。あ、いや、そう、何歳なんですか。35。アラフォーに片足突っ込んでるよ。35。へえ、見えないですね。確かに。山根さんは、まったく、こんな日なの当ててみてください。よし、え、30代ではないな。40代ではないでしょ。40代、逆に40代のヌードモデルとかあるのか。20代がいい。ヌードモデルするなら20代がいい。40代には見えないよな。じゃあ、あといくつかだけど。真ん中 ?27。合ってる。さすがみさん、大正解です。27か。へえ、そうか、若いね。そんなことないです。もうすぐ30ですよ。いや、そんなんもうすぐじゃない、3年もあるだろう。でさ、はい、彼氏いる。ええ、いたら来ないか。これは仕事ですから、彼氏がいるかどうか関係ない。あ、そういうもんか。いるのか、それともはぐらかされたわけ。想像にお任せします。あ、一応占い師ですから、相手の考えてることを結構分かっちゃうことが多いんです。こりゃうかつに変なことは考えられないな。まあ、うかつにエロいことは考えられないなと思ってる。違う。惜しい。いや、違う。そうじゃない。いやいやいや、そこまでは。いいんですよ。考えるだけなら。じゃあ、お言葉に甘えて。え？甘えるんですか？やめてください。ちょっと考えないでください。冗談だよ、冗談。あ、今ダメだったんだ。3サイズ聞かない方が良くない、はい、つい視線が吸い寄せてしまう。どうする、踏み込んでみるか。いや、これはやめとこう。さすがに最近の仕事、うん、そうそうそう、はい、なんか話を聞いてくれたんだよね。そうですね。うん、山口さんだったからなんだかうまくいってる感じがします。どういうこと。ずっと自分の力を人の役に立てたかったんです。でも誰も信じてくれなくて、それどころか怖がられたりバカにされてばかりで、地元ではずっと白い目で見られてきましたし、辛かったね。そこで辛かったね。お、
ゲージマックスいった？矢上さんが初めてだったんです。え、初めから私の言葉に耳を傾けて行動まで教えてくれた人は、しかも他人のために、俺も人の役に立ちたいから、だから探偵やってるってのもあるかもしれないね。弁護士になって、まあ人のためだよな、確かに。弁護士も探偵も、自分も、俺も自分の力を人のために役立てたいと思っちゃったんだ。そうだったんですか。うん、自分の力を活用して人のために何ができるってのが喜ばしいものだよ。そうですね。あ、もうこれ以上ゲージ上がる必要ないか。あ、俺は仕事なんで報酬をもらうけど、霞を食って生きてるわけじゃないからさ。でも矢上さんって霞を食って生きすぎた。失礼な、失礼だぞ。まあなあ、お、ビッグジェイだっけ。お腹減ったよ。げ、あいつは。すいません。あ、お前よくこれだな、キムさんの店にこいつ。ん？ん？これが災いか？豚の災いじゃないこれ。お腹減ったよー。空腹を満たすことで優先したのか、それとも俺には気づいていないのか、いずれにせよこのままやり過ごそう。なあ、おいお前、ご飯持ってこい。店にあるもの全部だ。いや、店員にマジでやめろ。本当に店員にこういう、やめとけマジで。コンビニとかでも、まあ、怖いぞマジで。本当にやめた方がいいぞ。何持ってこれ、わかんないからな。あいつ態度悪いな。落ちたチャーシューいいでよとかラーメン屋されんぞマジで。本当に俺マジで怖いから。たまにいるじゃん、早くしろよみたいな。マジでいるじゃん、普通に。2回に1回ぐらいいない、店に。なんか外食したら。さ、2回に1回じゃいいですけど、3回に1回ぐらいそのやついない？もうほんと怖くなるもんね。隣のやつがさ、ラーメンとか行ってさ、さ、なんか、おい、早くしろってとか言った時に、ついでのように俺にも店員さんがさ、俺にもなんか、すいませんね、みたいな感じで言ってくるじゃん。俺にもね。俺何も言ってないんだよ。そういう時絶対言うもんね。いや、大丈夫ですよ。全然、急いでないんで。怖いじゃん。ね、だって人間だよ。イラッとしたらさ、一瞬でなんかこうしたりするかもしれないじゃん。なんかわかんないけど、なんかね、落ちたやついいでよとか、ツバいいでよとかあるかもしんないじゃん。怖くてできないマジで。こんなこと死ぬぞこいつ。あ、そうそう、つけにしてる代金、つけにしてんの、つけにしてこの態度。おい、何がパワーだよ。パワー系じゃねえかよお前。嫌だ。いやと言われましても、キムさん、かわいそすぎだろ。命狙われて。ふざけんな。早く持ってこないとバレるぞ。ごはん、助けてください、助けてください、ごはん、ごはん、ごはん。そう、もしかしてこれが牛の豚の災いだろ。こんなの腹減ってイラだったあいつは闘牛並みに厄介だ。ただしで大丈夫か、キム助けるもん。キムさん、キムさん、キムさん、おい、飯を食うなら金を払え。あ、お前見たことがあるぞ。確か葛西の友達だな。違う、それは違うぞ。とにかく食うなら金を払え、払わないなら食うな、そしてつけも払え。なめるな、葛西の友達だろうとご飯の邪魔するなら暴れるぞ。力づけ止める。ご飯の神様のバチがある。なんだご飯の神様って。ご飯の神様のバチがある。ご飯の神様、飯を食ったら金を払え、働かざまる者食うべからず。ご飯の神様の怒りを買ったら大変なことになれる。嘘だ、本当ですよ。あまねさん、な、なんだお前。百発百中な占い師です。占い、あ、そう出てる。なんだよ、あなたに空腹の災いの像が出てるだろ、もうすでに。お腹空いた、ごはーんつってないよさっきから。空腹のご飯の神様、追いかねに慣れている。このままだとあなたは空腹に苦しんで死ぬ。死ぬ、決して、そして逃れられない運命なのです。楽器地獄に落ちる。さあ選びなさい、代金を払い罪を償うか地獄に落ちるか。ごはーん。
なんだこいつ。キムさんよかったな。毎度ありがとう。矢神さん、占い師さん、おかげで食い逃げ犯を撃退できました。ありがとうございました。割り引きだからいいって。あばれさん、これで牛の災いも撃退できたかな。牛みたいなやつだし。そんな。消えてない。ん？え？牛の災いの層が消えていません。いえ、むしろ大きくなっています。大きくなってるって、そんなバカな。これは一体どういう、おい、これはどういう状況だ。どうなってんだこれ、どうしたんだこれ。え、今日も牛の災いの正体は見極めることできませんでしたね。まあ気がないしかないか。それにしても矢神さん、先ほどはご立派でしたよ。牛の災いに巻き込まれまいという状況で人助けを優先するなんて、まあキムさんちょっと面倒だから、面ヘラやからな。まあ、あまりさんと同じだよ。同じ、あの状況を切り抜く力が自分にあると思った。だからその力を適切に使ってくった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 くさ。失礼、噛みました。矢神さんは本当にご立派な方です。あまりさんもね。矢神さん、何、キス？ん？何かな？焼肉の後に？その私、災いを避けても私と会ってくれますか？あなたといるとなんだか楽しくて、それに自分のことが肯定されてる気分になるんです。ああ、もちろんいいよ。仕事でコンビを組むことも考えておいてくださいね。ああ、それはまた別の話だな。あまねちゃん、あまねちゃん、つぐみちゃんだっけ？あまねつぐみ？つぐむ？矢神さん。そうそう、時間です。おじさまとお待ち合わせに、あの、例のね、例のパトロン役さん。店を出ようか。ヤクザの顧問占い師。結局今回も失わ、現れずじまいか。え？え？はばれさん？そんな、大きくなってます。え、え、大きくなってる。牛が、すか、牛の災いが、はい、以前よりさらに、なんだか気味が悪いな。因果が結実するその時を待って役が集まりつつあるようです。ここに集結してんの？役が頭の上に、怖いんだけど。ん？つむぎ姉さん、お迎えに上がる。おお、ヤクザの。わざわざすいません。では、矢神さん。私はこれで。おう、また今度。その人は？もしかして、彼氏ですか？え？違います。友達です。なんだ、そうですか。仲良さそうだったんで、付き合ってんのかと。そういう人じゃないです。え？なんか、そう否定されるのもなんか嫌だな。友達ね。では、あまれさん、ヤクザの親分なんかがパトロンで大丈夫かな？大丈夫かな？ん？ああ、終わったのか。キムさん、もう、一安心だよ、キムさんのその笑顔を見たら。終わり終わりっと。大丈夫か？あまねさん、ヤクザに囲われて依頼料50万とかもらってるけど大丈夫なのか？